誰も相手にしてくれない。いいんだ。私はいつも孤独なのさ。りょうこさんとこ行こう。悪いけど急いでるの。りょうこさんまで最終回になっても私のことを忘れないでね。元気でね。お手紙ちょうだいね。なるほど。番組の最終回か。それは寂しいだろうな。私も最終回になれば、 みんな寂しがってくれるかなもしも「日だまりラジオハニカム」が最終回になったらやあやありょうこさん待ってたんだよ日だまりラジオハニカム最終回なんだよどう寂しい悲しいあすみーんうわーん あんまり突然で、もう私、何どいたらいいか。そんなに泣かないで。ごめん。実はこれ。うわ残酷だもうやめるよ。ひだまりラジオはにきあれ恋色シューティングが鳴らない機械の故障だええー 茶番が終わらないから本当に最終回やるしかないよしてくれよ終わりたくない早く直して早く始まりました。ひだまりラジオ、ハニキャン。最悪の新谷涼子です。始まっちゃった。湯の役のあすみかなです。です今回で最終回なんですね。なりました。涼子りょうこちゃんです。りょうこちゃんだよりょうこちゃんだ。涼子ちゃんだよ。最終回にりょうこちゃんだ。 最終回か最終回らしいふさわしいゲストですねマジで、うん、そんなこと言われたことない、うん、ちょっとハードルを上げてみただけですやめてよ大体 <laughs> 中盤に来て無難に帰ってくのにおかしい最終回投稿いやーいいラジオだったね <laughs> 終わっちゃうのが寂しいなそうでしょう しがって私の生活の一部みたいになっていたから嘘ですなくなるなんてまだ実感が嘘つき野郎ですとんだ嘘つき野郎だ涼子ちゃんです涼子ちゃんです前回はですね漫画家の水橋かおり先生に来てもらいましたおおすげえそうなんですまさかね水橋先生がねラジオに出てくるなんて私まだ水橋先生にお会いしてないああそうですか本本当当ははは実

あ,ゃんとあれはまた別の。コメンタリー。コメンタリーのみだっけあれうれうそあれスペイン <laughs> あれほんとあ、そう。あのあのやりましたね。そんな、のもあの、3月か。3月。そっかそっか。じゃあ違うか。ふ、うんふんふんほう。 おれいおれい !11 月27日は日だまりスケッチハニカの卒業編発売発売やったおめでとうありがとうめでたいおめでとう,とう卒業おめでとうはぁ卒業おめでとうはあ。ありがとうございます。<laughs> はあ、卒業したくないよもうするよ <laughs> もうした、したんだろうね、もうしたじゃあ。大丈夫した大丈夫した 1月27だから2か月後ですかねそんぐらいですねはいそして11月30日はみんなで品川ステラボールすいませんなんかそうかこれランティスだもんね大丈夫かああのはいそうそうねうそ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 うラうそ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 ライブそうですねう年ぶりのライブやるんでう年ぶりっていうのがなんか意そな感じしましたねうそっか何やるの何歌うセットリスト今聞きたい決まってない 決まってないじゃあ私が決めるいいよえじゃあ1曲目決めてえっあ一瞬だけ真面目に考えたマジかどこから入ればあめんねありがとうねいろ考えたそうそう涼子をにライブツアーハッピーハッピースマイル13チューリップボヤージュはい読み方合ってた合ってた素晴らしいやったねうんさすが涼子ファンのあすみちゃんありがとうあすみちゃん ええ、30日。うん。ステラボール初めてなんですよね。あれあ、そうだね。私ソロでやるの。なんか、ちょいちょいイベントとかには行ってるんだけど。ソロは初かな。ねえ、横長のあの、そうそうそう。会場で。あと大阪、名古屋もあるので。ツアーですもんね。そうなんです。11月16が最初なんですね。名古屋。うん、そうそうそう。ええ、で、17が大阪で、30が東京、下川、ステラボール シーブルねえ,ねえ <laughs> やるよぜひ、<非>よかったら。 やきたい遊びつつ卒業編も見つつ本当ですよ年末を迎えるがいい本当だね卒業編見てライブ終わったらもう年末しますです。余韻だけで1ヶ月過ごせるもんいい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 そしたら2013終わってまうそうよそうよもういい年越しですよやだ年越しまで余韻引っ張ってこうさて「ひざまりスケッチ」は単行本が7巻まで絶賛発売中イエイ 漫画タイムキララキャラットでも大人気連載中イイ卒業編のジャケットの斉藤宏を笑顔にしたくて恐る恐る目を閉じさせてラフを出したら OK だった青木梅先生のマンガですミャンガですいやジャケットいいねいやーこれだけでこの一枚でもうなんかねハウンってなりますね本当にね,ーね<ー>いやー話したいこといっぱいあるよ本当ですよ あるけど見てもらってからの方がいい気がするから、まだ言わないあ、ね。いやー、6人のこの表情がまたなんか、なんだろうな。みやちゃんおもろいな。ミヤ <laughs> ちゃんなりの愛情表現です。中です。あ、そうなんだ。サイさんは狙われてるんじゃないか。<laughs> お腹減ってんのかな。<laughs> <laughs> 食べるっていう意味。ねいいですね。うん。犬っは若干おセンチさんな感されてますね。そうだね、顔はね。うん。ねで、二人はもう満面の笑みですね。そうだね。一生懸から解き放たれ。ねえ。卒業かいや、本当にね。ねあのね。はい。大変だった。大変。アフレコは。卒業編のうん。ねえ。 大変だったよなんかど,どう気持ちをこう持ってていいのかもうなんかわかんないねいろいろ生まれすぎてちょっと難しかったなこれさ卒業編が2つあるじゃないうん、うん、後編の方がさのテストが一番やばかったなああ ちゃんと集中してるって言うと言い方おかしいけど、ちゃんとやっぱ気持ちを追ってかないとあれなんだけどさ。テストがなんかやばかったね。そう、わかります。テストとか、お家でチェックしてる時とか、一番こう、もうグダグダですよね。だったなそうだまだ前編の方が、受験の最中だったりも描かれてますからね。いやーバイバイあ、バイ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 いってらっしゃいいってきます 楽しみにしててねぜひ見ていただきたい本当と確かに語りたいこととさ CM か PV みたいなのあるじゃないはいめっちゃ泣いちゃうわけ私あれ見るとうん多分泣けるように作ってるんだと思うのそうねなんだけどちゃんと希望が見えるうんアりらになってるのでちゃんと日だまりっぽくなってるのであんまり締めっぽくもなりすぎずかといってちょっとジーンとくるような感じになってるんじゃないかな ね、もう見ていただきたい本当に、うん、早く2か月なんて過ぎ去ればいい、ね、本当だそして来年が来るんだおお11月27 <laughs> お楽しみにお楽しみに <laughs> では「陽だまりラジオハニカムは」は陽だまり層管理組合ランティスの提供でお送りいたします陽、うん、だまりラジオでは半年ぶりですけどもうん この間、あれですね。松木さんのバースデーライブで会いましたね。ああ、あったね。ねー あったというか、連れてってもらったというか、連れてってもらおうと思って連絡して待ち合わせ場所決めたらすげえ遅れてきたま、ま <laughs> <う>あすみさんす、す、すげえだったでしょうか <laughs> いや、すげえだったんだでも確かにお待たせをして、あんな、原宿界隈でこう、声優が二人立って待ってるっていう図がちょっと面白かったんですけどギブさんね。そうでね。ギブさんと、りょうこさんが、ギャップ前で待ってて <laughs>。だって、あすみさんがギャップ前指定するから。え、前のつもりなかったんだよ、私 <laughs> いや、だってなんか中入るときに、なんか、 あの時フェアみたいなのやってて中入る時にガチャガチャみたいなくじみたいなの引いてから入るみたいなことをしててまずいと思って外にいたお待たせしましたいいえとんでもない全然なんで遅れたんだろうで仕事どうしてたとかじゃないの何だったかを覚えてないも忘れちゃったけどでも連れ立って行ってきましたねおもしろかったねねっおもしろかったい のバースデーライブそうだね。7回目とかにはなるんですよね、きっと。30からで数えると。あ、そうか。ね。すごくないですか ?7 年毎年1回あれやってるんですよ。すごいね。ね。うん、いやー、今年もぶれない松木さんが。 松木さんらしい空間を作り上げておらっしゃいました。おらっしゃいました。なんかさ、日だまり的にはさ、プリンセスティーチャーが大体毎年のさ、衣装替えの曲になってるからさ、なんか日だまり的には。ねあと今回ほら、スケッチスイッチのアコースティックバージョンだったマーブルさんも一緒に。そうそう、マーブルさんゲストだったから、あれもなんか、う嬉しかった。ね、日だまり。 皆さんご存知の方たちもね、そのライブ会場もきっと多かったでしょうし、うん、まあ、松木さんのライブだからね、皆さん見てるでしょうし、掛、ねうん、け声完璧でしたもんね。完璧だったね。ねえ、プリンセス・完璧だったね。うんうん、あのさ、曲よくできてるよね。うん。うん。よくできてるよ。ね。それに目をつけた松木さんは、<laughs> <毎年> <laughs> よくできてるし、松木さんに合ってるし、うんうん、なんだったら吉野家先生と松木さんはもう一緒だ。うん。だから、 いいだ,だからさ、<laughs> あの、松木さんのさ、うん、ライブでさ、八、うん、8だったじゃん、夜。あ、蜜チコース。 そう。あれ、昼はテントウムシだった。テントウムシでしじゃない私たち夜見に行ったから、ミツバチだったじゃないミツバチの衣装で出てきた瞬間に、吉野家先生って思ったもんね、一瞬。ああ、そうね。松木さんじゃなくて、吉野家先生。オール後はウェディング風。あれは、松木さんって思ったけど、蜂を見た時は、吉野家先生って思った。そうですね。あれでさ、あの、音が出るスリップハイてさ、完璧だあ思ああれ、ねそうですね。一回あれでライブ出てほしいんだよね。イベントとかもあれ そうだそうだ。そうだから、ひだまつりとかもさ、まあ、あれだとね、走りにくいとかあるんだろうけど。そっか。なんか、でもほら、松木さんもともと身長もさ、大きくないからさ。普通のサイズも、ね。ありそうだよね、なんか。はありそうだよね。そうそう。履けそうな気がしないでもないんだけど。ててあの、面白い音が鳴るやつ。たしたね。 ねえ、楽しいライブでした。道端でさ、子供があの音が鳴るやつ履いててさ、キュッキュキュッ言いながら歩いててさ、その音聞いたら一瞬吉野家先生な気がしちゃうもんね。なんかね、なんか反射、反射、情景反射的な。ありますね。そんな吉野家先生のライブでした。そうでした。で、そうなんです。実は、卒業編のオーディオコメンタリーをこの後、収録しちゃいます。 二人で。二人でやるの二人っきりなんですね。いや恥ずかしい。ええじゃあ帰るか私が帰るよ、大丈夫だよ。じゃあ私も帰る。おい、あれ誰もいなくなるそして誰もいなくなる。えちょっと余なのに。そうか二人、何話すんだろうな話せるかな一応話せるように前もって見たから。あ、私も。あれ、前もって、昨日。 私も昨日。もうだってさ、ちょっと前にもらったじゃん。そう。見れなくてさ、なんか、心の準備がいる気がして。早い。割と早かったですよね、来るのね。白箱、その、完成した DVD。そうね、さ、なんか、一応、あの、映像できましたんで、って言われて、まだ全然、完成ではないけど、完成。なんて言ったらね、や、新版じゃないけど、そうそうそう、は、もらったんだけど。そう。なんか、 なんかね、もうきっかけがないと、こう、うん、いつ見るっていうのが、どういう体制でとか、どういう面持ちで、みたいな、そういうのが決まんないし、なか。ギリギリまで粘ったあげく、昨日の本と夜結局、私も昨日夜でした。<laughs> <laughs> いや、見ないでいくのも、まあ、ちょっと違うしうでもね。見ないでいった場合、<laughs> オーディオコメンタリーで見入っちゃう気がして。ね。聞いちゃう気がして最初に見るのはやっぱじっくり見たいですしね。 なんかさオーディオコメンタリーで初の方が面白い時もやっぱあってさうんうん、うん、反応とか、ね、そうそうそうとも思ったんだけど今回に関してはこれ見といた方がいいなと思って、ね、覚悟を決めて見てまいりましたよいやすごかったいやー、うん、曲の力ってすごいなと思ったああそうです、ね、やっぱ PV とかと比べて<む>あここはこれ使ってたんだ本編はみたいな PV はこの曲だけど、うん、こっちはこっちなんだとかもあったしそうですね あのね菊哉さんの曲は本当に素晴らしく良いねねえ感動しちゃう日だまりいなくてはならない存在ですよね日だまり見るのも久々だったからそうだねなんかすごい懐かしいか、うん、なんかよりさその絵とお芝居とうん、うん、音楽とっていうあの融合がさそう,です、ね、そうより感じる よりなんか作品になってた気がする安心感のあるね帰ってきたぞという感じのひだまりスケッチになってましたまあまあねコメントリこれが取りますからうんぜひぜひこちらもたくさんおしゃべりしますうん楽しみに待っててねうん<あ>メールめっちゃいただきました、うん、でももうこれも最後か最後だねーメール、うん、クッキークリッカーでグランマが焼いたクッキーの数くらいいただきました <laughs> すげえ来てんじゃん そう。2億ぐらい来るってこともっと ?200 億とかね。200億ってあるのか桁的に。1000に行くと次 ?2000 億もあるってことえそれは桁進むんじゃないのまだ進まないの億の次は。じゃあ2万億はないってことあ、ないあそこまで行くと超になるのあ超の次は ?K?K じゃない ?K の次は外外。よく覚えてますね。なんかさ、こういうのをさ、あの、 あのさ、しょ、しょ、ばば、しょ演習、演習率と一緒でさ、これもさ、最後まで覚えました、みたいな、ういなかった学校に。なんかね、男の子そういうのもね。そう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 。なんだろうな。そんなに来るのこのラジオ、すごいね。そうえ、ってことは何 ?1 秒間に、ん何通来んのこれクッキーを、なんつう。クッキーつうおかしい。クッキーつうおかしい。一秒間にの次、ジョ。 で、次、上、高、サイ<い>、キョク、コ社ガシャあ、そうかナユタたは知ってるなんで知ってんだナユたは、無料 <laughs> おー。学園選挙無料ってありましたよね その中になゆたちゃんっていましたよね。<laughs> それやそれか <laughs> それやこっから来たんだなゆたちゃんはパクさんでしたよね。そう思うとさ、単位もさ、中二病に見えてきちゃうね。なんか。あ、無料の次が対数なんだ。無料対数って私一個で覚えてた。へ,へ<ー>え。ええぇー、なんじゃこりゃ。 それとなぜこんなに多くの桁を決めなければならなかったのですか <laughs> <質問> <laughs> 数は無限だからだよ <laughs> 本当だな <laughs> なんでこんなの誰が決めたんですか面白いね白いそんな来たんだ1秒間にあ二2万通とかそんぐらい、まあ、大まかに数えるとそういう感じねすごいね まあ捉え方は人それぞれですけどもクッキークリックグラマ頑張ったねグラマメール職人だったってことグラマが返っすげえなグラマ大変大流行りのクッキーキャッキ全然あれ私わかんないんだけどさっき初めて知ったなんないやうちいけくちょっと知ってたけどでもクッキー焼いてるって話は聞いたことがあるえーって思ってたクッキー趣味なんですかそんなバカなそんなバカなすごい勢いで焼いてくゲームだよね あるんですね、そんな流行りは、ねうん。不思議ゲームだね。で、メールはいっぱい来たんですけども、うん、今回皆さん、いつにも増して、ラジオネームを変え変えしつつ送ってきてくれました。うん、が、基本的にラジオネームというのはですね、一つでお願いしたい所存。うん。ラジオネームを変えて何つう読まれても、ほら、あれだよ、あれ。だから、あれだからね。わかったかな。<laughs> なんでこれ変えるの なんででしょうねなんか私、覚えたいから、名前統一してくれてる方が嬉しいかも。あー、そうですよね。こっち側としてはね、ね、あのネタくれたい人とかね、覚えやすかったりもします。なのよ。だって、ただでさえメールってもう文面だけだから、こう、記憶に残りづらいじゃないですか。そこに、さらにラジオネーム増えると。一緒がいい、一緒がいい。ぜひま、最後だけど今日。あ。ね。やば。 いや、もう最後だし、いっぱい読んであげよう。最後のメールです。こちら。ラジオネーム、ひだまりひなたぼっこひがんばなさんからです。はい。日が三つ。イエス、アスミスアスミさん、ゲストさん、こんにちは。わ。なんか礼儀正しいのか何なのかわからないよね。私が初めてひだまりを知ったのは中学の時ですが、その出会いがきっかけで私の人生の歩き方が変わりました。もう。 この日だまりスケッチに関わって作ってくださった皆さん、本当に感謝です。うん、そんな私の愛する日だまり層から、さえさん、ひろさんが卒業をするということで、うん、嬉しいやら本当に心にぽっかり穴が開いたような感じです。自分の卒業の時より泣いちゃいそうです。いや、絶対泣く。いやー、どうしよう、この後。と、全く関係ないのですが、質問です。あすみさん、ゲストさん。もし、暇を持て余してしまった時、何やりますかギュんンってこう、ふさまじい変わり方。<laughs> <laughs> 20歳女性暇なのかなまあでもそうなんだね。相撲が出るってことは。ね。<laughs> ううね暇暇なんだね。暇も持っておましたとき。りょうこさんは趣味多いもんね。多くないよ。深いだけで一個ハマると。<laughs> ええー、いや、それいいじゃないですか。ハマると深いんだけど、でも秋っぽかったりもするからよくわかんないよ。秋っぽいですか意外とね。 だって、っゲームなんていい例でさ、<ー>最後までちゃんとやらないで次々手出すしね。あー、クリアしないでうん。でもね、それもちょっと理由があって、まあ、はあ、ものにもよるんだけど、うんうん、クリアしちゃったら終わっちゃうじゃん。はあ、寂しいじゃんみたいな気がして、はあ、最後まで近づいたなと思うとやめちゃうものもある。はー、あ。でもあんまりそれでいろいろ溜め込んだら、 話も忘れちゃうから、しょうがないからクリアしようっ、つって最後までやって次に行ったりもするけど、結構だから手出すんだよね、いろんなものに。じゃあなんかやることいっぱいあっていいじゃないですか。ある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 。でも、ハマると本当オタク気質で深いからさ、あ<ー>まあグッズがあったりとかするやつにハマると買い集めたりとか。えー、ね、そういうの本当にあ,あの、アニメイト行ったりとか。<laughs> それ、羨ましい楽しそう <laughs> 完全にオタクだからコレクション魂とかんだよね、多分ね。 でもコレクション魂も、どっちかっていうと男性のような気がするんですよ。そうだと思う。ね。なんかそういう集めたいとか。だからグッズも2個買って1個取っとくとか。え、するのするする全然する。ひどい時は3個買ったりする。え、保存用、なんとか用、お風呂用でしょお風呂用違う違う違う、使う、使いたいから、使いたいものって。 <で>ああ消耗してしまうからそうそう,そうでもう一回新しいの使って一個は保存とかへえ<ー>だから割とはまると深いんだよねもともとじゃあ暇なんてないよ何かしら家でやってるかもね2個2個見たりでズニー次だってだってもうずっと長いじゃないですかそうだねまあちょっと頻度は減ったけどねなんか体力的な <laughs> 問題もあるそう 今でもあかわらず好きだしね。いいなー,ーあすみちゃんはうん。暇な時何してんの暇と遊ぶ。<laughs> <laughs> あすみちゃんなんか暇な時ぼーっとしてたら気がついたら時間経ってるって話をよく聞くんだけど。基本そうなんですよ。ぼーっとしてる時って何も考えてないのなんか考えてるんだと思う。何について考えてるの<も>ご飯とか今日何食べようとかいや、そういうんじゃない。ご飯のことなんて考えない。何のこと考えるのわからない。 もう、それすらも、えな、えでも、時間は経ってるんです。ってことは、暇だなって思う前に時間経ってるってことうん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 。あんま暇って思わない。から、だから、多分私は暇と遊んでいるのです。<laughs> じゃあ、暇を持て余したら暇と遊べと。暇、そうだね。何それ。 自分で言ったんじゃないですかやめてくださいよ。難しいよ、そういうの。何してんだろうなゲームとかやんないのやんない。そっか。でも私も最終回だけ撮っとくみたいなのはよくわかるかもしれない。なんか終わっちゃうの。今思い出したんですけど、ハチクロの最終回読んでない。えぇーあ、でもなんかまあわかるなあれ大好きだったらね、終わっちゃね。 楽しみで買っていや買って置いてあるんですけどそういえばずっと撮ってあるな何年過ぎたあれからさすがにもう読んでも大丈夫じゃないそうですよね、うん、読まないままもったいない漫画に関してはすぐ読んじゃうの<ー>それで何回も何回も繰り返すのあ,あそっか,そっかまた一巻に戻ってとか今トイレにね漫画が置いてあるんだけどあ<ー>とあるシリーズが置いてあるんだけどずうずっと読んでる あ、そっちのシリーズじゃないよ。ごめんごめんごめん。ええと。そうなってしまうんですそうか、そうだよね。この、この。もう、なんか、紹界的に、はい。そうか、違う。とは、もういいや。えセブンシーズとバサラが置いたんだけど。わかりやすくなった。ちゃんと一周ずつこう、読んでくえ。そっかう最終回撮っといちゃうな読読もう。読まなきゃもったいないものじゃあ、今度暇なときは読む。ぜひ。 じゃあ、次。はい。ヒロムさんからありがとうございます。はい、えっと、イエスアスミスラジオ楽しく聞いてます。僕は今悩んでることがあります。した暇じゃないな、こいつは。悩んでるからね。暇じゃないな。ひろ <laughs> 卒業編についてです。はい。どうした、うん、見ると二人が卒業してしまうと思うと、うん ななかなか見る決心がないんやっぱりほらみんなそうなんだってい,いやこれいや、そうだよやっぱりすごい、続出してるかもしれないでも見て <laughs> そうか、それに関しては見てほしいな。ああ、ってことはやっぱゲームをやんなきゃな。ね、そうね。ね水ハスが初動が大事と言っていたので、とりあえず予約はしました。<laughs> ちょっと。そう、前回そんな話してた。そう、やめてください、ね。作品のこと好きなら最初に。 もう初日に。ま、まあ、買っといてみる、うん、見ないはまあ、ね。そうなんです自分のタイミングってのもありますけども。ぜひ。とう話を,話をしました。今のところ、僕はなんて幸せなんだと思える日が来るまで保存案 <laughs> <ん>で行こうと思ってます。<う>何それ。幸せなんだって思った日に見るってこと心の余裕がある日じゃないっていうことかな。やっぱ卒業しちゃうのが寂しいから。ああ。 そっか、マックスの時じゃないとそうそうそう。寂しい時に寂しいの見ちゃうとより寂しくなるから、マイナスちょっと余裕がある時に、見たいのかもねはあ、はあ。そういうことか、ま、あいろいろ考えてくれてるわけですね。んみんなタイミングとか。やっぱそうですよ、卒業編見るタイミングは。そうです、卒業編見ちゃったら卒業しちゃうからね。しちゃうよ。いやでも、<え>大どんでん返しでしない可能性も。え、その可能性残しておきます <laughs> でも見ないとわかんないからね。<laughs> <ー>シュレーディンガーの卒業ですよ。<laughs> えー、<laughs> わかんないけど。<laughs> 見なければ卒業するかしないかはわかんない、うん。そうだな。そうヨシンバ原作で卒業シーンを見ちゃったとしても、<laughs> <ン> <laughs> アニメじゃしないかもしれないじゃないか。<laughs> <laughs> あ,はい、あ、もう話よりヨシンバにはし <laughs> ない。なんでよなんでよ日本語は合ってるでしょ <laughs> 死ようとは合ってるでしょヨシンバこの前で、なんだろうなんでだろう年のせいだよ、じゃあ。えぇヨシンバわからよヨシンバかいや、だから、見なければ卒業しないかもしれない。その人の中では卒業しない。だけど、買わなきゃ、見る選択肢はない。そうですね。だから、だって。そうです買わなかったらもう二度と、二度と会うことはないかもしれないからね。 いやーいやでも、まあまあ、でも、やっぱそうなんだよね。やっぱ、最、最後だと思っちゃうとさ。んみんなね。うん、でもほら、最後じゃないかもしれないし。はあそうですよ。ひだまり的には。そうですよ。何回最後つったんだ、そう。いうこともありますし。<laughs> ねーまあ、卒業編、うんまあ、で本当に、タイミングは、ね、うんうん。あるよね。あるな特にこの卒業っていうイベントものはさ。ねーいやー、うん、私たちだけじゃなかった。うん。ひだまらーも。 そうねこんな最終回自分のいい時にね見ていただけたら嬉しいね作品としては本当におすすめできる出来になっているんだよもう見てほしいという太鼓版のやつなんですがタイミングはみんなにお任せするしかないないたな最終回やっぱそうなんだねとっとく系男子とっとく系男子ねとっとこ系とっとこ系ひけ怒らねろ <laughs> <違>やばいやばい。<laughs> 何の関係もないところに行っちゃって,て <laughs> ごめんごめんごめん。今日いろいろ出てきますね。ごめんごめんごめん。じゃあ、次。はい。こちら。はい。ぽかぽかラパンさんからです。ラパン。えあすみさんこんにちは。私はハニカムが始まる少し前に日だまりスケッチを知り。おー。たちまち梅天てのファンになりました。うん。今では日だまりラジオを寝る前に一つずつコツコツと聞いてます。おー。 もう結構な回数やってますからね。寝れるかいうんあ、あ、ごめんね。<laughs> でも、ひだまりラジオの雰囲気に乗せられ、最後まで聞けず、気がついたら朝。おら。寝れてない。ね。ということもたびたび、いや、よくあります。<う>ごめん。ひだまりスケッチに出会えてよかったと思いますが、それ以上に思うことがあります。うん、もっと早くに出会いたかった何があろうとこれからもひだまりスケッチを応援していきます。もちろん、あすみさんたちのことも応援しています。という。 なんか礼儀正しい。素敵なル女の子、13歳。なぁ、えぇ、ー、<あ> !13 歳でこんなしっかりした文章を書くんだ。ね,うす,ねすごいね中1ぐらいあらありがとう。もっと早くに出会いたかった。いつ ?13 歳の子が日溜り始まる年っていくつぐらいの時よ、だって。六七。 小学校1、2年生ぐらいってことかな小学校入る頃ですか、ね、今だからこそ、日だまりを日だまりとして楽しめる年なんじゃない、うん、そうかも、ね。6、7歳で、日だまりスケッチをてリアルタイムで最初から見てても、うんうん、ああまあでもどうかなその年なりの楽しみ方はできるだろうけど。またね、でも違うでしょうね、<や>印象最近知ったからこその意味はそこにあるよ。 そう、出会いというのは。そうそう、タイミングって結構。ねえ。それもご縁ですわね。うん、そ,うそうそう、そういうタイミングもね。あの、今ね、そうやって過去に戻ってひだまりラジオとか聞いてくれてるんだっ全然嬉しいですけどね。うんうん、ねえ、うん、いやー、13歳が新しくひだまりラジオになってくれているというめてん喜びそう。ねえ、うん、いやー、そうかー。ありがとう。ね、こうしてね、ハニカムからとかね、いろいろこう、い,ね、いろんな入り口があるでしょうからね。うん あーくしゃみ出そう。出して <laughs> <laughs> だあの、出していいよ。<laughs> びっくりしたな、今。でもね、むずむずはしてるけど、まだ出てこないかこよりさしたろか嫌だ <laughs> あ、ね、目,目のね、ここ触るといいんだよ。マムタコンタクトしてるから。してないここ、ここ、ここ、あ ええねえ、えねえここ触るとね、鼻にくすぐったいのが来るんだよ。それ、りょうこさんだけだと思う。そう、みんなに言われるんだけどさ、<laughs> 誰も、でもちょいちょいね、でもこれコンタクトしてるからかもしれない、<何>私が。ああ<ー>。動く、コンタクトが、ちょっとほら、ツンツンすると動くじゃないそれが心、鼻のさ、ここ <laughs> 刺激が来るんだけどさ、誰も、なんか、大丈夫どうしてくれるみたいな それりょうこさんだけのやつだから教えられても困る。じゃあ左じゃない左。<遊び> <laughs> わかんない。右。左。ないあ、全然くしゃみしたくなくなった。ありがとう。いい、いい、いい。結果いいありがとう。なんかちょっと昨年、ちょ、私が出そうなんですけど。 あ、どうぞ、いつでも。大丈夫メール読みます。はい。<laughs> 大丈夫です。車エ美さんから。<laughs> はい。ありがとうございます。こんにちは私は小説家になることを夢見る中学校1年生です。またそんな若い子が。質問ですが、蔡、うん、さんはいつぐらいから小説を書き始めたのですか<え>また恋愛小説以外の小説を書いたことはありますか 女の子13歳。さえ、さえ、さえちゃん呼んできて。さえち,ちゃん呼んできて。ちょっと待って、無理 <あっ S 2> 無理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 。そだに乗ってやってよ <laughs> ええー、あれええー。なんかそのヒントは、うんうん、アニメに何回か出てきた気がするよ。うんうん、ね、なんかね。けどね、わかんない。無点点に聞いた方がいいよ。うん <laughs>、ま。13歳。でも、さえが書いてる小説は、はい 意外に、難しい言葉遣いだった。うんうん、なんかね。あの、特典ドラマ CD だっけあれ、な、何であの、エピソードあったんでしたっけ読み上げるやつ。そう、さえが自分が書いたやつ読んで、ヒロがそれを聞いてるみたいなのなかった。ああ<ー>。あれってなんか特典、ブルーレイかなんかの特典ですよね。ハニカム本編の。あれ特典ですよね特典のドラマ CD。そう、あれを、初めて台本が来た時に、うん。 サイのドラマ CD をサイが朗読するみたいな、ちいち間違えて、サイ、うん、の小説をサイが朗読するみたいな、な、うんじゃこれと思 <laughs> って。そっかいや、別にね、<ス>ティーンズハートとか、ホワイトハートとかの、症状小説を思い浮かべてたわけじゃないよ、私も別に。あ,<ー>あの、折原みとさんが書いてか。 ごめんね、年齢バレるけど。多分、その、今、中学生の子には分かんないと思うけど。うん、<laughs> あの、そういうのを思い浮かべてたわけじゃないけれども、かといったあ,あそこまで、うん、なんつうか、こう、若干哲学的な感じ。なんか、派なイメージの恋愛小説ですよねそそ小説なんだとも思ってなくて。うんうん、ちょっとびっくりしたんだけど。もっとメルヘンな感じは、なんか。そうなのそうなの,うなのじゃあ、あの、ちょっとね、そう。 ね、かといって別にラノベのイメージもないんだけど。携帯小説方面でもないし。ないんだけど。でも結構本当あ、あんなにそうそう。カチリン目のね。だとは思わなかったんだよね。ね<ー>うん。でも面白い。でもまあ、サイは恋愛小説しか書いてないんじゃないかな。うん。恋愛いっぱいしてきてる人だから。そう。一週間にね。そうそうそう。何人だか。何人だかとね。一回引っかだから。そう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 。 ご縁が。そこはさしてあげてね。そこは、あの、一応さしてあげてね。でも中学校一年生で小説書たいってすごくないですかうん、いっぱい本読んだらいいよ。いろんな本。エッセイも小説もだけど。ね、ジャンル問わずね、いろいろきっと必要でしょうアニメ化したらよろしくね。あ、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 そうかその小説は、そうそうですね。うん。 アニメ化、今、いろいろこうね、ありますから。アニメ化したら、あの、うん<ー>。なんだっけ、天むすの役で、<laughs> また言ってる先で。<laughs> さっき差し入れだったそうそうそう。差し入れも好き。差し入れもそうになってた天むすを。天ムスの役と、嫌だ、ヒカラビだって言ったからね。それ、スティッチとどう違うんですかセリフが違う。<laughs> スティッチャー、ひからびるとか言わないもん。そっか。え、そういうことスティッチャー、そんなこと言わない。まあまあ、でも、あの、本当にね、素敵な夢。ねえいいじゃないですか叶えていこうぜうんいや13歳、小娘系女子。あ、うん。からね、ほら、最終回、取っとく系男子がいたでしょ。あ、まあ、そっか、そうか。小娘系女子ってなんか若干頭痛が痛いだよね。ほんとだ でもほら、いいけ小娘は小悪魔系みたいなそういうことですよ。そっか。でも小悪魔とも違うけど小娘 <laughs> 小娘系女子。なるほどね。小娘系男子。 水っでよくわかんない<ー>。<laughs> それはちょっとよわかんない。<laughs> 深,いなね、深い話になりましたね。いましたね。壮大なテーマをもとにお送りしているひだまりラジオ。うん。次のメールです。<laughs> ひだまりストさん。あすみさんゲストの新谷香るもとい、新谷涼子さん。イエス,アス,ミス、あすみーす。なんで知ってんのあ、イエス,アス,ミス、あすみーす。新谷香る 元いって書いてあるでしょ元い。あ、よかったよかった。<laughs> 先ほどテレビ番組で石川県民はキノコのことをコケと言うと言ってましたが、本当ですか石川県代表の新谷さん教えてください。え言わないんだ。はコケ。え、それ、鶏 <laughs> <laughs> じゃない、別に。コケコケ。コケ。コケは、あの、緑のべちゃってしたやつじゃないんですかそれもコケ。え漢字いや。えよ 苔を文章にしたことはないかなコケえコケの味噌汁とかな <laughs> めたけとか入ってるやつああえ全般しいたけも<苔>えのきもコケマツタケは 松茸。まとめちゃうかい。さすが高校。コケの水物とかは言わなかったかもしれない。違うの？松茸は松茸。でもしいたけはままこでもしいたけだと認識はしてるよ。しいたけとえのきって認識はあるけどまとめてコケっておばあちゃんは言うの。へえ。コケ。キノコって菌類だよね。はい。 ええ、きのこの総称なんですっそうそう、イメージ。へえ、へえ。の天ぷらとかおばあちゃん言うわ、そういえば。山行くげんたら苔たんと取ってきてや。なんて通じた全然。まあ、山行くんだったら、しいたけいっぱい取ってきてみたいなことでしょ。まあ、しいたけっていうか。きのこ。きのこ。へえ、方言結構なんかあるんですね、石川。日は今も使ってた いや使わないけどもうさすがにだってどれだよって話になるからコケの中のあーそっかでも今日コケの天ぷら屋よとかおばあちゃん言ってたなそれはキノコっていうのと同じってことですかキノコの味噌汁、うん、キノコまあ大体そういう時ってなめことかでしょ、うん、いや別にえ味噌汁ってああ味噌汁味噌汁に入れるしきししいたけも入るか あんまり見ないかも。そっか。でも煮物の中とかでも、苔も食べとか言われた気がするから。へ<ー>おばあちゃんが言うから自然と覚えたけど、分かったと言いつつ、しいたけ食べよとか、なめこ食べよとかって頭の中では思ってたあ。あ、そっかそっか。それぞれの。印象だし。うん、それは苔のパスタとか言うんですか、うん、それはないかな <laughs> それはなかったな。そういえば、キノコのパスタはキノコのパスタだった。秋野菜と苔のパスタ。 いやないな別にそういう風にメニューになったりとかはしてなかったけどうん初めて聞いたおばあちゃんのおばあちゃんの世代なんですかねやっぱりじゃないあこそがしいも言うわこそがしいくすぐったいのことええ。言う言うこそがしいこそばゆいあれこそがしいこそこそばいはこそばいよりはこそがしいこそばいって方言ですか多分 くすぐったいが、標準そうん、そうそうそう。こそがしい。うん。こそがしいそんなことしたら、こそがしいガイア。あ、そうな、ね、のこそがしいガイアこんな感じ。こそがしいガイアわざじゃないよ。わざ <laughs> じゃないよ。へぇ<ー>でもそんなこの石川の方言。うん。あんまり有名じゃないですね。 うん、石川の方言夢じゃないと思うよ初めてなんかなんかねあのね1年くらい前に清水愛ちゃんに指摘されて気づいたんだけど、うん、順番につくっていうのも方言なんだってね順番につく,につく列に並ぶことあー その時はね、ポケベルかなんかの話をしてて、あーそうそう、休み時間さ、公衆電話に超順番ついてたよね、とかって言ったら、ーはって言われて、れはぁはぁ、あ、はあ、ニュアンスわかるけど、はあ、って言われて。そうかも、うんってなったことはある。へえ、ー。そう、なんか、たまに使うやつとかだとね、うん、気づかずに生きてきてる。<laughs> まあでも、基本おじいちゃんばあちゃんかな、この辺。へー。忙しいとか。忙しいうん。ふしゃらくせみたいな。 こんなイメージ。違う、違う。ちょっと細かしい。はい。ありがとうございます。こけ、ひとつお勉強になったね。あんま、ひだまり関係なかったけどね。コケもう、そういうね、勉強していくラジオやからね。ほんとみんな、満足してることだろうな。おととととと。とってない。夫とは大好きです。 以上メールでしたハニカムチチチチ。 テーマに沿った六文字の言葉を紹介していくなんか今余計な言葉ついてなかった止まれなかった気をつけろアスミは急には止まれない気をつけろ今回一年の成果を出してほしいなということで存在しない六文字を募集いたしましたなんじゃそりゃもうこの番組一年やってきてるからねそういろんなお題がありましたり子さんが来た時はスケールがでかい六文字でしたっけかねうーん えっと覚えてるよ矢沢語録がね、ありました、ね。スケールでかいね。でかい。もう、矢沢だけででかいもん。<laughs> 3文字でもでかい。うん、素晴らしい。ババナデマン、パンダやるよ、など。あったね。そういったものが出てきました。うん、今回またちょっと、9割以上存在する感じのやつ来ちゃったので、えー、その中から、独創的だったものを紹介していきます。これはどういうのが来るのか、もう存在しない6文字だから全然わからない。想像もつかない。 なんだろうどうなの例えば。ねええぇ、ー、読んでちゃううこちら、ひだまにうまさん。教えて教えて。なにこれなににこれえっと、これ、これどこ読むんですかええっと、あ、あ、これひだま、<laughs> おい <laughs> もしやえー、ひまわりスケッチさんからいただきます。ありがとうございます。<laughs> 読みます。ひだまにうま <laughs> 何これ何これと思っちゃった。<laughs> だってほら、そっちの方がいいよ、ラジオネーム。<laughs> あすみちゃん。ネタ殺しもいいとこですよ。殺してやったわ <laughs> <laughs> あすみちゃん、どんだけラジオやってんすか本当だよ。ちょっとちょっと。だってほら、ラジオネームっぽいじゃんまあ、ぽいぽいぽい。日だまに生むが存在しないあ、なるほどね。こういうこと,です、ね、そうことか。 ヒダマニウムなんとなく言われたら、なんか超柔らかそう。ヒダマニウムあの、ガンダム合金みたいな、んだっけあれ。みたいなのじゃなくて柔らかそう。ガンダニウムっていうのがあるのあれ。何それ。へえ。そ、それじゃないか。それは超硬そうだけど、ヒダマニウムはなんか柔らかそうじゃない柔らかそう。エビ。金属だとしたら。エビソフトシェル、シュリンプだね。 えっと、元素番号365、元素記号 HD 密度8256、ひだまり、これ読めない。これ、なんて読むんですかこの、んー、なんか、そう,そうです、そうです。はにこむ。です。 はあ、いろいろ考えてくれたんだね。すげえ。にうむさん。えー、梅先生の描く漫画やその関連作品から発見された未知の物質、摂取するとココ、<取>心が温かくなったり、口元が緩んだり、少し涙ぐんだりする中毒性が高いため、摂取には注意が必要らしい、絶対に存在しません。グーグルで調べたので間違いありません。自信満々の、ね、ひだまにうむサプリとかにしたいね、じゃ ああ、ヒダニウム。そうですね。摂取するらしい。うん。ああ、存在しない6文字。じゃあ、の、カプセルとか、はい。あの、錠剤じゃなくて、あの、フニってするやつがああ、わかるサプリでもね。はいはい。あの、フニってするやつ。ふにってするやつでヒダマニウム。うん。なんかもう、グッズ化したらいい。あることないこと効能書いて怒られるといい。え、怒られるのは嫌だなそうそうそうか。怒られるのはどこなんだろう。グッズ作る会社か。 何ブラックスかどっちだろうどっちもどっちもか。あ大変だひだまにうなるほどね。今調べてるあ、ほんとにすごいすごい一個も出てこなかったすごいああ、すごい面白い。久しぶりに見たこの一個も出ない感じの。ね、一致する情報は見つかりませんでした。だいたい今な、ま、出るのしか調べないんだろうけど。へえ。 ひだまりって割と、なんか応用性高いんですかねこのやつね。ひだまくらのひだまくらひだ、ひだまくら。ひざひだ。ひだまくら。ひだまりキャラの、ああああありそうだけどなさそう。ね、なんか出てたけまがつく何か。ま、ま、まりも。ひだまりも。ええなんかちょっと違うなんかちょっと違う。ま、ま、ま、まー。 まあ、まあ、まあ。発生じゃないよ。まあ。まあいける。ひだまいける。やだやだやだなんで地獄じゃないのだってひだまいけるって言われそうじゃないすごいやだ。ほんとだ。あれ待って。ひだまっちょ。やだ。ひだまっちょ。ひだまらのマッチョはひだまっちょあ、でまあそういうことなのよ。ひだまっちょさんいっぱいいるかもしれない。もしかしたら。ひだまりファンに。ひだ。ひだま。 出てきたえ <laughs> どういうことひだまっちょもうこっちであれ撮っちゃいましょう。<laughs> またそんなこと言って、<laughs> 何パーかあげなさい。<laughs> 商標なんちゃら。私でもこないだファンの人にそういうお金関係のネタやめてください <laughs>。<laughs> <laughs> なんでだろうすごい。 <laughs> いや,やっぱ夢を見たいんだよ。あのさ、多分さ、水はずに文句、水はずに文句言うわけじゃないけど、書道とか言っちゃいけない。へぇー,へーどって大事じゃんあんまり変な知識を与えちゃいけないよ。あと面白いじゃん。面白いんだけど、最近、そういう知識が増えすぎて、ううファンの人たちに、ね。に向こうから言われるもん。ね、今回書道どうでしたみたいな。<laughs> それはいかん。ほら、みたいになっちゃうじゃん。<laughs> もしかしたら。すごい違うね。だから、こっちがネタにしちゃうけど、はぁはぁ 向こうも使いたくなっちゃうわけよ。覚えたギャラいくら,いくらですかとか言っちゃいけないの誰に <laughs> ラジオです <laughs>。<laughs> いや、まあ、具体的な数字は言わない方がいいんじゃないなんか、イベントでちょっと頑張ったらギャラ上がりますかとか言って。それは別にいいんだろう。けど、<あ>その仕組み的なさ、なもんですよ。みんなの方に知識が、こう、なんか同じ。グッズ作るの最低ロットがいつだとか、い<ー>だとかさ、 はいはい。そういう知識ねそうそうそう。そういう仕事してる人はいいよ。そうね。そうじゃない人が。うんうんうん。ね。なんか境目がようわからんことに。で、くなってくるでしょ楽しんでもらうのがね、一番あれですもんね。でしょだからそういう意味で言うと、はぁ<ー>。は<ー>ま、でも特許別にいいか。今の会話はいいかほんとそうだって、特許を取る主婦の番組とかやってんじゃん、テレビで。ああ、ほんとだ。ああいうのいいんじゃない大事です。<laughs> <laughs> ま、あでも、初動は大事だからな。そうそうそう。その数字大人は見るからな。そうそうなんですよ。それで続く,続く <laughs>。ごにょごにょ。まあまあ、バランス <laughs> バランス。大丈夫、大丈夫。じゃあ、次。<laughs> そういうことなんね。次はちょっと違う方面かな。うん。えー、ラジオネーム、まさペンさんからです。はい。アスミン B。疲れが取れる癒し成分です。アスミン B。あー、アスミン B。 アスミン B.。ビタミン C. アスミン C. か。ああ、アスミン。うん、アスミン B. ありそう、ありそう。ビタミン C.。アスミン C. だと、アスミちゃんの略みたいだもんね。ああ。やったから B. がいいんじゃない、やっぱり。中学生とかが書くやつ。そう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 。よくや。丸二 C. って書くやつね。なるほどね。おお、癒し成分だって。やったじゃん。と、アスミちゃんは癒しだと思われてるってことだよ。 このメールくれた人には。ん難しい。アスミン B! アスミン B! じゃあアスミン B もサプリにしよう。アスミン B はチョコ型のああいうやつで出せばいいでしょチョコ型グッズ。チョコ型なんかこう、調剤風のやつで、チョコレートだよ実はみた。そうだね。そうだね。そそやりなよ。 なんか、バレンタインの時とかによくギリのチョコレートあるよね。あるよね。コインのお薬みたいなね。あれや、あれや。あれやったら、アスミン。お。次なんかやるとき、アスミンビースパナンーがあげないよ、この方に。一応。原案はここだから。ちょっと、あの、私、そういう連絡先とか知らないし。メアドかいって。あ、知らないし。アスミンーね。いや、まあね。忘れた頃にやるわ。 <laughs> いいな、アスミン B。アスミン B。うん。うーん、りょさん難しいですね。名前にはかけられないからね、私。そっか。ミンとか、そういうのがサプリっぽくの。ミン、ミンないもん。シンタスってなんか湿布っぽくないは <laughs> <laughs> なんか。それありじゃないですかなん、ないよねなんだっけシンタスなんだっけ それっぽい、それっぽい。それっぽいから。コラボ、コラボ。よし、じゃあ私はそっちにするわ。はよーし。はいはい、こういい。うまいね、みんな。面白いな。なんかさ、次、ひだまつりやるときさ、みんなのこれにかけてなんか、グッズ出したんじゃないね、存在しない6文字ですからね。そうそうそう。私4文字だけどね。シェイシェイ。あ、そほんとだ。仲間外れチーム一緒だ。 出せない,い残念次いきますラジオネーム、はい、エクストリームひだまりんごさんからですあだひだまりがとうこれちょっとなんかそういう古屋か方面で読んじゃったけど違うのギャラを表す隠語ロイヤリティってこと <laughs> <laughs> かけたもとはそういうことかな<え>ひだまりティいくらだったってことですかねひだまりティ <laughs> ちょっと待って <laughs> ヒダマリティ。なんか。ヒダマリティ、今までもらったヒダマリティいくらなんでしょうね。嫌だでも、逆にそれにすれば、怒られることないんじゃないだって夢っぽいもん、単語が。ヒダマリティって言えばいいのかなそうそうそう。このイベントちょっと頑張ったらヒダマリティ上がりますかみたいな感じで使えば、ギャラ上がりますかよりはまろやか。いいですね。いいですね。うん。 ひだまりーで、今後はじゃあ統一していく形で。<laughs> 忘れなかったら。いやだな、なんか。ひだまり、ロイヤリティー。なんかいいことした時のポイントみたいだけどね。ああ、いいですね。言葉的には。うんうん。ポイントカード貯めていきたいですね。うん、ひだまりティーポイント。でも、元を正せば超リアルな話なわけでしょ、それ。<laughs> そうです。仕事で、ギャラ。ひだまりティー<い>ひだまり <laughs> やだー <laughs> 嫌だよそんなのだってみんなもらってんでしょひだまりティーここにいる現場の人みんなもらってんでしょそりゃそうじゃないとやってけませんからねそうですひだまりティーをねもらわないとそうですひだまりティー大事ですよ大事だけどそこにひだまり使っちゃうだってひだまり関連の仕事だもんまあそっかじゃあいっかうんよしじゃあ今後ひだまりティーで覚えてれば覚えてるじゃあ次 ラジオネームメガポリさんからですありがとうホクロビンタな <laughs> これなこれ怖い <laughs> どういうことどだろう,う,うホクロビンタいや確かに存在しない六文字なんでしょう,うんそうだと思う初めて聞いたでも意味はなんとなくあるっぽく見えませんロビンタねえちょっどんな意味よえだってホクロとビンタが合わさってるだけだからその二つは関わってきてるでしょきっと でも、それが一つになることによって、どんな世界が生まれんのほくろだけビンタするの。ほくろがビンタするのえへへへほくろをビンタするのほくろをビンタかと私は考えました。ほくろビンタ。だって、ほくろがビンタするって、もう怪奇現象じゃないですか。は <laughs> <laughs> あー怖い。だって、ビンタって、平手ってことでしょそうですね。あ、ちびんってことでしょあ、怪やつですね。えビンタ。ほくろ以外もビンタしちゃうじゃん。ほくろができるビンタ いやだー <laughs> されたくない、そんなのんそんなのされたくない。で、ほくろだけビンタするには手じゃでかいもん。もしくは、ほくろビンタさん。<laughs> あータ最後のタワー。ほくろビンタ。そういうタ <laughs> アスミ、ほくろビンタさん。<laughs> やだな。外国とかなんか、な,こうなんか。 あの、アマゾンの地のとかいるかもしれない。あー。なんとかなんとかホクロビンタい。いそうだなー。<laughs> <名前 S 2> いそうだなー。そうか、名前か。ホクロビンタさん。ちょっとね、<ー>言ってみるとね、転がる感じで楽しいです。ホクロビンタさん。ほ、うん。ホクロビンタさん。ホクロビンタさん。ホクロビンタさん。確かに。<laughs> ほくろびんたかっこ40がやめてくださいよ。ほくろあ、でもそっか、ほくると、びんたの間にイコールとか入ってたりすると、それ。あー、ぽいですね。ほくろびんた。3世。<laughs> <laughs> でもちょっと、言葉的にはリズム感いいって言ってみ、3世つけて。<laughs> ほくろびんた3世。<laughs> 楽しくね が絶妙ですね 2>, でいいで2世じゃないんだよなぁホクロヴンタ3世3世なんだよな <laughs> これいいねじゃあホクロヴンタさん頑張ってもらって3世 <laughs>、ね、までちょっと作ってもらってね <laughs> ホクロヴンタさんいるかどうかわかんない <laughs> 存在しない6文字ですけどね <laughs> あーいろんな可能性があるなこのコーナー <laughs>、えー、ラジオネーム秋ラさんからでドメルタリス仲間 <laughs> <laughs> じゃん <laughs> これクロヴィンターとドメルタリス敵同士かなドメルタリスあドメルタリス出てこないすごいでもなんかありそうなのにえこのメールそれしか書いてないのそれしかないドメルタリスカタカナでドメルタリスでも何かこうまとまりはいいんですよねドメルタリス言いやすいですドドメルタリスなんかかまなさそうドメルタリス絶対いる早口言葉へえ ホクロビンタドメルタリス。ホクロビンタドメルタリス。早口言葉で。滑舌を伝えるためとか。ホクロビンタドメルタリス。大変だ。大変だ。ドメルタリスホクロビンタ。もうやだーこっちじゃないですか、並び的に。ド <laughs> メルタリスホクロビンタ。ドメルタリスホクロビンタさん。さいいね、そうだね。45歳。45歳 <laughs> <laughs> なんで45にこんな,かな。<laughs> でも収まりはいいかもね、そっちの方がね。うわーないんだこれ、うん、しかも女性から生まてきてるぞ <laughs> ドメルタリス。あれど、どっちだろう名前は、名前は男性っぽい。<laughs> ドメルタリス、恐るべしだなドメルタリス。どこで切るんだろう <laughs> ドメルタリス。<laughs> ドメルタリス。ドメルタリスっぽいけど、ど、う ドメルタリスかもしんないもんね。わー。ドメルタリスドメルタリスあ、ま、技っぽいっちゃ技っぽい。あー、そういう決め技。ホクロビンタッれも違な。ちょっと違うね。やっぱ名前っぽいわ。言わそうですもんな。ドメルタリスメルタリスはいろいろ使えそう。えー、このよういか言ってもありかもね。えー、ドメルタリス。ど、どからでいけます 無理か。ドメルタリス。でもこれが存在しないなんて信じられない。ドメルタリスね。もうなんか言い慣れてきちゃったね。うん、なんだったらちょっと覚えてそうだもんしばらくドすす。ドメルタリス。言いやすすぎて。あ、魔法系かな。どうするどうする回復系攻撃系こう、あ、攻撃でもない気がするけど、なんかその場の空間だけをなんとかするみたいなそういうやつ。 分ののからな,な,ううないでちょっとざっくりしすぎてちょっとわかんないでなんです時間止めるとかそううん違うでも止めるとかあ止める <laughs> 別にそう,そういうつもりで言ったんじゃないんだからね <laughs> だってうう止めるタリスと止めるタリスとかじゃないしそれはあくまで止めるだからいいわけだって <laughs> たタリスってじゃあなんだって確かにね <laughs> なじゃこりゃすごいねすごいみんなすごい存在しないはずなのに存在してるように感じてくるなんだこれ不思議だねうんさすが一年の集大成だねそうですね成果が現れておりますあまだあるけど以上残念いやでも面白かった面白かったみんなよく ここまで来た。本当ですよ。素晴らしい。<laughs> <laughs> ありがとうございました、うん。最後でした。ハニカムッツのコーナーでした。ひ <music> だまりラジオ、ヘニカム。 ひだまりランキング皆さんが見つけたひだまりメンバーが誰か一人でも入っているランキングを紹介するコーナーです最後なのでやるできてよかったこのコーナーホントに飛ばしがちなこのコーナーですが、うん、最終回だからねやりましょう、うん、いきましょう採算、うん、絡みも来てるっぽいですよ、ね やったあのコーナーなんだよね、これ。大丈夫だよねなんか変な。まあ変なもの紹介とかじゃないよね。<laughs> 大丈夫だぞ <laughs> こ,この大丈夫ちょっと怖いんだよね。大丈夫。えー、ここは大丈夫ですここはだ、よかったよかった,かった。次かな、それは。<laughs> <laughs> そう。なるぽぽぽぽんさんからです。はい。3位、さえひろ。もう。2>, 2位、ゆうみん。1> ん ?1 位、前田あつこ。これちなみに、2013年3月に送られてるネタなので、ちょっと古めのネタです センター。さ、ああ、ジャケットではさえひろそうでしたね。はい。ユーミは常にセンターです。おお、そうか。そうだ、そうだ。惑わせるって言うから、どこにいたってユうミんがセンターなわけでしょこれは。何ま、サイヒロが一番わかりやすいかな。え卒業といえばランキング。ああ変わりましたでしょうか。そうだ、サイヒロ。ユミン。前田敦子。 あれあっちゃんってそっちでったの人いつでしたっけねと思う私もいつだったっけねそんな前か、ねうん、あれもっとああ、もっと前なの今年3月わ、うん、かんねえ。へえ、なるほどね。卒業写真のあの人は。ギリギリですね。 でしょ <laughs> なんかいいかわかんなくて適当にした。<laughs> なるほどね。そうか。あすみさん、ゲストさんは卒業式で何の曲を歌いましたか僕は森山直太朗さんの桜でしたえー、何それいつよ,いつよ若いでしょ若いな。19歳だ。お若いんでしょ若いんでしょお高い。<laughs> 何歌ったえ育ちの歌とかじゃないの <laughs> 小学校だわえ何歌ったっけなえ何歌ったっけなえ何だろうでも普通に合唱曲だったはず。 そういう、なんか。すだちの歌じゃないのすだちの歌ってどんなんでしょうや、花の色でしょはい。雲の影。知らない。あれこれ花の色じゃないな、なんだ、何言ってんだ私。青毛バ落としは歌わなかった。そっかー。ー今はそんななんか、こう J-POP が歌われるのね。ポップって言っていいのかな <laughs> わかんないけど。いやでもそうだね、ほんとだね。ね<ー>学校でそういうの歌うんだね。さくら。 桜。今。はい。えょそういうことだよね。ねそういうことだよね。へえ。ー。さひろ、ランキング1位です。ありがとうございます。ふむ。じゃあ次、こっちはもっと昔に送られてきた2012年の11ああ、3位か。なんだびっくりした。なんだなんだ。あっちゃんが1位か。えっと、こっちは2012年11月。もっと前ですね。お 送ってきてくれたやつ。すこぶるお父さんからです。お父さん。イエスアスミス。そして、ゲストのシンタスカ壁ドン。ドン。<laughs> <laughs> ドン、2012年11月に予想してた。ドンのどんです。狭いとこでいるね、それね。どんどんやってたらね。どんどんです。いつもラジオを全裸待機して楽しみにしています。マジ風邪引くよ。迷惑なんで、ほんとに。迷惑え、一人暮らしだったら別に迷惑じゃないんだけど風邪引くのは危ないからね。そっから、愛が憎しみに変わるかもしれないでしょ。お前のせいで風邪引いたんだってって。そう、迷惑なので。あったかく来ててください。しかも1月だから寒いでしょそうだね。 自分は初投稿なのですがもし読まれたら嬉しさのあまりそのまま町内一周してしまうダメダメ捕まる全裸でしょだってダメでしょこれ全裸のままだって全裸待機して嬉しくて走るんだったらダメだよ一年こらこら一年ぐらいは経っちゃうからほらもう服着てるかじゃあ大丈夫かなもし御用となっても日だまりの名前は出さないので安心してくださいいやいやいやそっか じゃあ。いや、いいか。よくない。で、ランキングがですね。うん。167位、サエさん。え ?156 位、ハイド。144位、ユノッチ。ああ、なるほど。えなるほどね。サエさんそこに行こうよ。へえ<ー>。これじゃあ1位誰だ <laughs> そうですね。こうなってくると1位なんだうんうん。でも大体わかる このランキング。私158。ああ、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 私気づかなかった。ええ、嘘何この桁と思って。嘘私大体100、高校の時は158位だから、ちっちゃくへえ。順位アップしてるかもしんないけど。わかんないですね。測らないですもんね。私161位かな。勝った。あ。梅め強いね、じゃあ。強い 梅須 <laughs> 水波は,は強いね。強い。互角。メンバーでいうとね。ユノチと並んでんのかな。ぐらいだよね。そんなちっちゃいか。あれそこまで。あいや。うん。どう,だ,う、ね、だったかな。か松木さんも結構上だね。順位。松木さんってどのくらい？1五0位ぐらい？うーん。12なんじゃない？結構ちっちゃかった気がするけど。うん。ちっちゃい。うん。 こうこれは有名人の身長小さいランキングです。うん、あのハイドさんより大きいとはサイさんは男と言っても過言ではありませんね。過言だよ。は<ー> <laughs> 本物のやつだ。言わせたかったんでこれ <laughs>。そっかでもこれ。まず言一一センチになっちゃいます、ね。そうだから一なんだよって話。はうう誰っていうかなんだよだよね。本当だ。へえ。百六十一もまあどこもでしょうけどかなり同率。 そうね。遅いそうね。確かに。いやわかんなかった。悔しい。次。うん。ラジオネーム、チャンネルドさんです。ありがとう。9位、松木みゆ日記。二2位、注文の多い料理店。1位、トムとジェリー。これはちょっと難しい。何うん、うん、うん。でも、まあ、 ああ、そう、そうねそうね何何ちょっと待って、何あお、お、共通点は共通点。猫。ああ、いい線いってますねそう、そういうことなんです。猫と捕食がテーマといえば、ランキング。捕食,<ー>捕食って言松木さんのあれを捕食にするか。<laughs> ということです、ね。友とジェリー捕食 <laughs> やめて友達でしょ 友達だだけ仲良く喧嘩してるんよ友達でも不意に食べたくなる時きはないよなんで食べちゃったら終わりじゃんそれはだって動物だもん友達うんでもほら捕食喧嘩の末に捕食もありえるでしょ <laughs> ないもんそうかな仲良く喧嘩してるんだもんそうかなケンして仲いいんだもんジェリー強いからな賢いないもん 捕食じゃないもんあれ好きもしかして。別に。あんまり知らない。でもあれを捕食って言われるのはなんかちょっと悲しい気がしたの。悲しいのうん。そっか補捕食。猫だからな。まあ、しょうがないね。でも猫別に捕食するつもりなくても痛めつけますからね。遊んでるつもりでね。うん。ザゃザボチャですね。しょうがない、しょうがない。ね、本能ですからね。なるほどね。松木さんの 補食っていうことに突っ込んでやれって話だよね。どっちかっていうと多分。そうですね、トムとジェリーよりは。そうだよね。あれは補食っていうかみたいな話だよね。補食。んそうですね。こう言われてみるわあーって納得してしまいがちな。なるほどね。そういう。でも、松木さん9位ですから。まあまあ、そうね。じゃあ、補食のでいいんじゃないかな。そうね。テーマでね。うん。スト。ポチだけど。 3位、マウンテンゴリラ。2>, <う>2位、東ローランドゴリラ。<う> 1>, 1位、西ローランドゴリラ。世界のゴリラ個体数ランキングでした。<う>えー、あれひだまり <laughs> え、これ普通にゴリラの生態を調べてランキング出してくれたってことえー、<laughs> えっと、推定生息数はマウンテンゴリラが約880頭。 東ローランドゴリラで約3000から5000頭。最も多いとされる西ローランドゴリラで約3万5000頭と言われてるらしいです。マウンテンゴリラは絶滅の危機に瀕していると言われてます。ゴリラを大切にねというランキングでございました。うん。ど人柄にスケッチってゴリラ出たことある一回ぐらいある。あるユノのチの部屋とかに置いてあるのあいや、置いてない。動物園会ゴリラなんかいた ダ,ダメだん。馬とかはなんか。ゴリラがいなくては生きていけない私たち。いや、一緒にしないで。<laughs> 一緒にしないで。私別に生きていけるかもしれない。いやいや、意外と意外と。うんゴリラでございます勉強になるラジオだね。そうですね。うん、ワンコーナーに一つこういった豆知識を入れていく。あ、なるほどね。そっかそっか、そういうためのメールだったのか。一年やってきました。素晴らしい、うん。覚えた。マウンテンゴリラは絶滅の危機。 そうですゴリラを大切にねゴリラ大切に以上ですひ <laughs> だまりジャンキングでしたひ <laughs> だまりラジオハリカムひだまりそうの獣人 ゆのちゃんたちが住むひだまり層には個性的な人たちが住んでおりますそんな皆さんの周りの獣がごとくひだまりな人たちを紹介するコーナーですでももうこれ聞いたら笑っちゃう癖もついてきた気がするようすそうですか、うん、そんなに、うん、そう、獣人といえばですようん。有名な獣人が日本にこくの間来ましたねウルバリー侍それ本当に獣人じゃんヒュージャックマン獣人 <laughs> <laughs> そういうことだよね ヒュージャックマンかっこいいなぁ。おお好きなタイプ。ああ、レミゼラブルのガッツに感動しました。おおなるほど。ジャックマン。ジャ <laughs> <laughs> なるほどね。ヒュ,ヒ,ュヒューヒューだよ。ああ、やっちゃった。い <laughs> いいい、大丈夫、コラボしてたし。あーあねーそうですよね。のコラボしてたから大事あの、カチカチはめるやつ出して、ヒ<ー>だまりにね。<laughs> ヒュージャックマン。 <侍>うん、違う違う。<laughs> ヒュージャックマン侍じゃない。違うか。もういいよ侍。ーえーっと、次。次じゃないよ。次次今、え、今なんかカットしたでしょ。今、私の知らない間にカットして編集みたいな入ったのヒュージャックマン侍。もういいの。次, <laughs> 次いきます。次って何ラジオネーム、ヤブカラワンちゃんです。 出たやっぱこれワンちゃん <laughs> 今年の夏、僕が高校の夏期講習から帰っているとき、うん、自分がいた歩道とは反対側の歩道から、おーいと声がしました。誰かなと思いそちらを見てみると、知らないシャツ姿のおじさんがそこに当たっていました。 そしておじさんは、なあ、坊主、セミはなんて鳴くかと急に質問してきたのです。急にわけわからぬ質問をされた僕はあっけに取られてましたが、おじさんはそんな僕に構わず答えを催促してくるのです。なんか逃げられないなと思い、とりあえず、セミはミンミンと鳴きます。と答えました。はなるほど。まあまあまあね。もう <laughs> ま,まあ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 ね。<laughs> そしたらおじさんは、違えだろセミはなあセミはなあ 仲間を呼ぶために必死、声で叫んでるんだよそして仲間と卵を作って子供を残すんだよその子が土に出るまでに7年そして土から出ても2週間しか生きられないんだぜと、急に熱弁されたので僕は頷くことぐらいしかできませんでした。僕はセミの尊い命を改めて感じることができました。<laughs> <laughs> 長さんの、蝉すぐ死ぬの言葉も、さらに深い意味で取ることができた気がします。という17歳、少年からのメールでした。<laughs> <laughs> なんかこう、夏休みの宿題みたいな感じだね、このメール。そうですね。レポート用紙にまとめなさい的なさうんうん夏休みの出来事をね。<うん S 1> はぁ、そっか。今年ですからね、これ。もう、ほんと最近の出来事ですよ、この事件。 <laughs> セミはミミンと鳴きます <laughs>。面白いね。答え方セミはなんて鳴くかなんでだったのかなその答え。おじさんの答え的に。そうですよね。必死で鳴くんだよっていうの。これを聞き間違えたか、おじさんが言い間違えたか。あどっちかだよね。ね。それでこのコミュニケーション不足の結果ですよ。<laughs> <laughs> おじさんどうしちゃったんだろうおじさんどんだけセミにんかセミ大好きなのかなねえセミおじさんセミ大好きおじさんうんか普通に聞こえるけどねセミおじさんとかだといそうですもんねセミ博士みたいなのねでも違うんだ愛が超えちゃってるんだよ重いなそっかんて答えようかなそんなこと言われたら「ーン!」って言っちゃいそう やっちゃいそうじゃないですか真似になりそうだよね、えっと、真似しそうだよね <laughs> 言っちゃいそうつくつく方式がいいじゃんあーこ <laughs> れ、ね、う面白いですちげ <laughs> えだろって言われるん <laughs> <laughs> えー、みたいな <laughs> 似てなかったみたいなのかな <laughs> すごいやりとりなるほどね、はい、そんな人がもうねまた来年の夏に会えるかもしれないですけどね まあね、えー。次、ラジオネーム、ゆののゆうさんからです。うん、あすみさんゲストさん、Yes あすみす。メイス。少し前の話です。うん、夏休みの朝、駅のホームで友達と話していると、うん、急におじいさんに、今日から学校なのと声をかけられました。うんうん、いえ、就職の出向日ですよと答えると、おじいさんが、おお、そうだったのか、就職を選んでよかったな、あと8年で人類は滅亡するから <laughs> と、真剣な表情で。<laughs> 人類滅亡宣言をしてきたのです。それだけ言い残すと、おじいさんは満足したのか、意気揚々と去っていきました。あの時は本当にびっくりしました。もしそのおじいさんの話が本当なら、2021年に人類滅亡となるので,怖で、ね <laughs>、怖いですね。怖いですね。はい。怖いですね。怖いですね。8年ですからね。え、<う>でもさ、はい、でもさうん、うん、だったらさ、就職、就職にしてよかったなって。 就職しなくてもいいんじゃないですかねえ、8年だったらね。遊び暮らしたいけども。8年分どうにか生き延びれば。ねえ。<laughs> うん、でも、おじさん的には、お仕事をしてっていうことができてね。まあ、人生経験を積んで、いろんなこと経験した上で。滅亡すれば。で、ねいい人生だったって言えるからってことなのか。いいおじさんじゃん。うん、そうかな。じゃあ。8年か。オリンピックは無事、開催されますね。8年だとね。オリンピックが終わって、うん、 た一年後に滅亡です。うん。そっかー。おじいさん。おじさん的にはやっぱ親切なんだよ。八年しかないけど、うんうん、8八年間やること目いっぱいやって楽しめと。うんうん、いろんな経験積んで、人として大きくなって、滅亡していけと。<laughs> <て> <laughs> ういうことですよ。<laughs> おじいさんそこまで普通だったのに、ところら学校なんで。<laughs> ほんとだよね <laughs>。ああ、そっかそっか、就職か、よかったなーって、八年で人類滅亡そっからなーって <laughs> 言ってるでしょ。<laughs> <laughs> 一瞬、こう、受け入れがたいですよね。うん。うみたいなあ、そうです。え、ってります、ね。<laughs> 今、なんてみたいになるよね。<laughs> ね八<え>、<8 S 1> おじいさん。八 <laughs> 年後ね。八年超えたらおじいさんどうすんだ <laughs> ん8八年、おじいさんってどれぐらいのお年なのかしらね。あ、それにもよります、ねうん。8八年後おじいさん。何歳かってことですよね。ねえ見と、ねえ。でもほら、八年後の平均寿命はまた伸びてるかもしれないしあ、まあそうね。おじいさん。 おじいさん、こういうおじいさん、大抵長生きするんじゃないですかね。<laughs> 不思議なー長生きしてね、<年>おじいちゃん。すごいとこう、8年後。当たったら、この<ー>おじいさんすげえ。うわぁ、ほんとだ。でしょ <laughs> うわぁ、だまりで、もう予言されていた、みたいなねそう。でも滅亡だから、それを後世に残してくれる人いないよ。あ,あ、そっか、つまんない。 なんかだって滅亡なんだもん<で>滅されるんだもんデータだけ飛ばしましょうよ宇宙に <laughs> うんじゃあどう,どうなのそれ誰が拾うの宇宙人ああ。あ宇宙人が解読して日本語地球語を地球がじゃあその宇宙人がいるうん、うん、星では、うん、地球という星が滅亡した滅亡するのを予想してた人がいたとうん、うん、そう日だまりラジオ」というものだったとそう「だまり教科書に載っていくわけだ ひだますごいってなるすごいすごいいやつあったよしじゃあそうしよう飛ばそうそうです飛ばしといてだけ誰かお願いしますなんかロケットとかにくっつけばいいくっつける USB みたいな USB ロケットという最新技術に USB をつけますかそうだねじゃあペタってつけとこうそれだったらなんかいけんじゃないかね誰かしらよろしくチャレンジ怒られるか やめてやれって言われたからっていうのはやめて。そうだね。うんうん。自主的に。そうです、そうです。<laughs> 自分の人生自分で決めていくんだぞ。<laughs> さあ、おしまい <laughs> 獣人以上です。はい。はい。皆さんの周りの個性あふれるひだまりな人たちを教えてもらえてた。うん。ひだまり層の獣人だった。 あります。うん、最終回です。新谷タニリオさん,、うん。でした。うん。バイバイ。<laughs> 卒業しちゃうから。もうあの圧迫れない感じ。だからもうスッキリした面持ちなの。スッキリしてる？うん。してない。スッキリしたい？うん。あ、モヤっと？モやっともヤっと？卒業したくないよ。あえ。するよ。<laughs> まあするんだ,ろうけどだからやっぱほら見なければしてるかしてないかわかんないし <laughs> みんなが見なければ私がう見ちゃったからなち昨日見たって言ってたじゃん <laughs> て,<た> <laughs> てたよねしてないえしてよして,してよしてよ卒業してよしたいが曲がっていてよ <laughs> してないよ <laughs> でも日田全員が見なければ卒業しないのかなかもしれない いやダメ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 買ってせっかくねみんながみんなが魂込めて作ったからそうです見ては欲しいが素敵な卒業編になりましたから見てくださいうん見てね、十一月二十七日だよ二ヶ月後ですよろしくお願いしますお願いしますりょうこさんなに本当に最終回に来ていただいて嬉しかったですけどこちらこそありがとうございましたあの番組にメールくれてないですよねうんあなんで あ違う送ったよ送った送った<う>あれなんで気づいてないの送ってないって,て言うたもんさっき言ったもん,なんで,なんで気づ。<ー>ちょっとおさあさんちゃんと管理してください管理どのコーナー<っ>普通だ <laughs> <laughs> ど,どんな内容でどう,どういうのあ,とあすみちゃん元気ですかもうすぐ秋ですがあすみさんは何の秋ですか ごろ <laughs> っていうのを送ったような気がするな王道のやつはいもうすぐ冬ですが何鍋が好きですかも送った気がするなもうすぐ夏ですけど海へ行きますかとかも送ったあ,あもう全部ありきたりのやつ <laughs> 割といっぱいる春ですが人見知りをします <laughs> どうしたらやめられますか <laughs> 絶対毎気がするな。送った気がするな 送ってなないと思うけどな <laughs> あ<っ>正直です <laughs> だって忘れてたそんなこと言ったね覚えてるなんとなくその話したのはでもみんなみんな送ってくれなかった,ったっあすみんにもん田さんにもよく会うのに、はい、催促してくれなかったんだもん<あ> <laughs> 人のせいにする <laughs> <laughs> 私たちが悪いよいや違う<れ>は私は違う私たちの あのやる気がなかった。<laughs> <laughs> そうね言ったらもっとやる気ないやんけ私。うん。そ,そうね忘れてた。みんなこれくれた人いました？お前 <laughs>。あ私だけじゃない？みんなにみんなに言ったの？みんなにゲストに来た人。これかけるだけかけてみた。あそうなんだ。けど玉砕そうゼロだったはずですね。みんな社交辞令がお上手なのね。メールくれる？うん。えでも最初回だよ。だから。 私だからメール絶対書くって言っても分かんないからだうんうちゃん答え合わせする時ないでしょもう頭のいいうこちゃんだメールねいいんだメールは私にくださいねじゃあ分かったごめんなさいでした忘れずにごめんなさいでしたいいんですもうなんかこれまでのゲストみんなを代表してうこさんにこう謝ってもらうみんなの分を代表して謝りますメール送るって 気軽に言ってごめんなさい口先だけで言って口先でごめんなさい口先女の集まりでごめんなさい口先女怖いなんか怖いごごめんなさいでしたうむよく言っきますみんなによく言っときますよろしく頼むよはい最終回だからねはいすみませんでした君から言っとくんだよわかりました渥さんよしすみません日が紛れたよかった紛れたよかった紛れた もうあとは11月27日を待つしかないそうですねそうですよろしくねよろしくじゃあ、うん、お相手はゆの役のあすみかなとさえ役の新谷涼子でしたさよならだまりラジオハニカムはだまり層管理組合マンティスの提供でお送りいたしましたいやっと機械が直った元に戻れシューティングドキドキが 最終回は取りやめ ?9 月ばかだってむちゃくちゃだってことでえー、11月に日だまりラジオはにこむサイ・ヒロ卒業編スープシャールをやりますほうなのでラジオもう一回あるかなあらららら素晴らしいそうです、うん、またメールくださいあっ <laughs> メールください可能性は何パーセント 可能性はありますうう多分ね全員分送って全員分えそれは無理さっき代表しちゃったから全員分あじゃあ代表して送るあ <laughs> 代表一通涼子さんそんな口先女だとあれだよひだまりティ減らされるよやべそうだった忘れてたわかったひだまりティ大事でしょうんじゃあ脳内女になって帰ってくる 送ったつもりうライオンな怖いなんかどっちもすごい怖い確かにねちょっと頑張りますとりあえずもう一回やりますライオンもすごいね楽しみですねそうですねだって卒業編出るんだもん出るんだもんそこでやんないとでしょそうだね感想見たいし見たいねそうなんですなので本当の終わりはこれからだ2ヶ月後にお会いしましょうバイバイ